こよみよこよみ。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日のこよみ言うていこか。どうよ、土を司る独身いう神さんが支配する機関や、土を動かす、犯すことはしたかん言うて言われとる機関やよ。六曜は全部、何事も控えめに、午前は今日で、午後は吉。今日の絵とは、木の絵犬。木の絵が、陽の木で、犬が陽の土やさかいに、音陽五行の流れは、木の根が土を締め付けるいうことで、相克。物事が順調にいかへんゆけやん。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひんなるとええね。ほなまたね。